皆さんこんにちは、みのりんです。今日は100均の材料だけでお菓子の袋の筆箱を作ってみました。パッと思いついたアイデアなので、まだまだ改善点があると思いますが、ぜひ見てください。では早速始めましょう。まずお菓子をいっぱい買います。私はこれを全部100均で買いました。このお菓子に100均で買えるジッパーをつけていきます。あと必要なのはグルーガンです。では早速作ってみましょう。お菓子ですが、横側の方を開けていきます。こうやって縦に切っていくと綺麗に開きます。お菓子は必要ないので、お皿に入れて後で食べましょう。袋はきれいに水と石鹸を使って洗ってください。次にハサミを使って上と下のジグザグの部分を切り取っていきます。底の部分は袋をもっと開けやすくするためにあるので、取っちゃった方が丈夫になるかなと思いました。ジッパーですが、袋の色に一番合うジッパーを選んでいきます。この明るい青を使うことにしました。ジッパーは袋の長さと同じぐらいに切っていきます。長すぎるよりはちょっと短いぐらいがいい感じです。こんな感じで入る大きさで大丈夫です。そしたらグルーガンを使ってジッパーを袋に留めていきます。個人的にやりやすい方法としては、まず端の部分をこうやってくっつけます。そしたら真ん中までグルーガンをつけて留めちゃいます。グルーガンは本当に熱いので使うときは気をつけてください。これで片面がくっつきました。そしたらここのこの白い部分がちょっと気になったので、ハサミで切って整えていきます。では反対側もくっつけていきましょう。また同じように端のところだけくっつけてから全部くっつけていきます。3回ぐらいに分けてつけていくと綺麗になると思います。そしたら最後にここの端の部分に糊をつけてください。これはジッパーの止まり止めの部分になります。糊が乾いてからジッパーを試してください。では次に同じようにミルキーの袋を使って作っていきたいと思います。今回は赤いジッパーを使いました。中身を全部一度出してちょっと取っておきましょう。ジッパーをどこにつけるかちょっと迷ったんですけども、同じように横につけることにしました。さっきと同じようにジッパーを切ったらグルーガンを使って塗りつけていきます。グルーガンのノズルを袋につけてしまうと袋が溶けちゃうので気をつけてください。はい、乾いたらこんな感じになりました。両方ともちゃんとチャックが開いたので成功です。次は箱のお菓子を使って筆箱を作ってみました。まずこうやってハサミで切っていきます。両脇の部分も忘れずに切ってください。そうするとこうやって開くので中身は取り出しちゃいます。さっき切ったところの幅をもうちょっと広げるためにもう少し切っていきます。こんな感じになります。この間のところにジッパーをつけていきます。ジッパーの長さを測ってからハサミを使って切ります。箱だけだとすぐに揺れてしまったり壊れてしまったりすると思ったので、このセルフラミネートを使ってコーティングしていくことにしました。セルフラミネートとは透明なシールみたいな感じです。これも100均で買いました。丁寧に貼り付けていきます。慎重につけていきますが、貼り直しはできるので安心です。セルフラミネートは使いたい大きさに切って使うこともできます。
これで見た目は本当に変わらないんですけども、コーティングができています。では早速グルーガンを使ってジッパーをつけていきます。同じようにまず端の方をつけたら、残りの部分もつけていきます。最後にもう片方の方もつけて完成です。はい、こんな感じになりました。100均でこんな可愛い鉛筆も見つけたので、ぴったりだと思います。これでお菓子の袋の完成です。皆さんいかがですか？まだまだ改善点があると思いますが、すっごく安く可愛く作れちゃうので、皆さんもぜひ作ってみてください。では本日もご視聴いただきありがとうございます。これからも動画を頑張っていくので、ぜひチャンネル登録ボタンお願いします。ではまた次の動画で。バイバーイ。